私の旦那様はとても頼りがいのある人だ。体が大きいわけでもないし、力も強くない。だけど。先輩。どうしたの？ちょっとお願いがあるんすけど、先輩ってこれ直せます？まあ致命的な壊れ方をしてないなら直せると思うよ。おお。っていうか致命的な壊れ方ってなんすか？ LSI とか集積回路系が壊れてるとちょっと厳しいかなって感じなんだけど、実はそういうものってほとんど壊れてないんだよ。そうなんすか。8割から9割は電気系統の不具合でさ、つまりハンダが外れてるか、コードが断線してるか、あとはどこかが錆びついてるか、そのどれかだね。へえ。どうぞ。ありがとうございます。ってことはここのハンダが外れてるってことだから、ここを盛り足してやる。はい、治ったよ。おお。先輩は本当に頼りになるっすね。役に立ててよかったよ。